前回2021年に続き県内3つの選挙区を自民が独占した今回の政治決戦をドキュメントで振り返ります。昨夜8時前に支持者が待つ会場に入った自民の遠藤利明さん。ほどなくして当選の知らせが入ると会場は歓喜に沸きました。報道を見ますと大変逆風で、場合によっては覚悟をしなきゃいけないような状況での選挙戦だったのかなと思っております。国と県をしっかり結んで、そして地元の発展のために全力を挙げて頑張っていきたいと思っております。何も10期目こうしてお支えいただいたわけですから、皆さんの恩に報いるのは仕事をして恩返しすることかなと思っております。山形1区は遠藤さんが9万を超える得票で10回目の当選を果たしました。一方、自民逆風と言われる中、3度目の国政に挑戦した立憲の原田雅宏さん。今回も遠藤さんに敗れる結果となりました。前回よりも私に思いを託してくださった方がたくさんいらっしゃったと信じていますし、何より今回は確かに自民党に対する逆風があった、一方で我々に追い風があった、その追い風を小選挙区において生かしきれなかったということに関しては、本当に私の力不足を悔やむということに尽きると思います。原田さんを支援した連合山形の船山仁会長は、超短期決戦が結果に影響したと語りました。非常に強固な連帯のもとに、連携のもとにですね、戦いしきれたんでは、攻められたんではないかというふうに思っております。ちょっと時間が足りなかったということもあると思います。アピールがですね、十分にしきれなかったということが、今回の結果につながった一面があるのではないかなというふうに思っております。5度目の当選確実となりました鈴木憲勝さんが今米沢市の会場に到着しました。皆さんの大きな拍手に迎えられています。万歳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 ありがとうございました。山形2区は自民の鈴木憲和さんが5回目の当選を果たしました。選挙中いろんなことを私もお話をさせていただいて、約束をさせていただきました。気候変動を乗り越えるということ、そして農政を変えていくということ、そしてまた外交安全保障、憲法改正をしっかりとやっていくということ、少しでもいい国を次の世代に引き継いでいく、少しでもいい形で私たちの地元の地域を次の世代に引き継いでいく、ぜひこの仕事をこれからも最後まで私にやらせていただきたいと改めて思っております。非常に厳しい結果となりましたけれども、この結果に関しては全くもって私の不徳の致すところだったというふうに痛感をしております。率直に残念だと思ってますし、申し訳ないなと思ってます。やはりこの浸透の時間が足りなかったと、これはある意味言い訳になるかもしれません。やっぱり一重にこういった形で勝つ体制を私が作りきれなかった、出遅れを招いてしまったというところは私自身大変申し訳なく思ってますし、これはもう私の責任だと思ってます。日付が変わった頃、小選挙区で敗れた国民の菊池大二郎さんの事務所に比例東北ブロック復活当選の一報が入りました。万歳万歳万歳ありがとうございます。今まで私が地方議員、そして国会議員の秘書として
経験をしてきたこの聞く耳聞く力をさらに広げて、この県民の皆さんの思い、地域目線、地域の声こそが国の力になるんだと、このキャッチフレーズにかけた思いを皆さんとさらに高め合いながら活動をしていきたいと思います。改めて皆さん、これまでのご支援とご理解とご協力に心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。午後8時の締め切りと同時に佐藤あゆ子さん当選の一報が入りました。当選万歳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 。山形3区は自民の加藤あゆ子さんが4回目の当選を果たしました。企業や団体からの幅広い支援や市議・県議らを中心とした分厚い組織力で選挙戦を展開。地元鶴岡市をはじめ最上地域でも支持を集めました。子ども政策担当大臣としての経験や7月の大雨の迅速な対応など3期の実績をアピールし、政治と金の問題といった自民逆風の流れに打ち勝ちました。今回の選挙戦を通じていただいた有権者の皆様方のお声をしっかりと胸のど真ん中に受け止めて、これから4期目も精一杯地域のため、そして国のために働いてまいりたいと思います。一方、敗れた立憲の石黒悟さんです。突然出馬のような状況で、昨日選挙の最終日を迎えるまで皆様方の大きなお支えによりまして、選挙はしっかりできたと思っております。立憲・国民・連合山形による二党一団体の統一候補として選挙戦に臨みましたが、出馬表明の遅れが響き、知名度不足を払拭できませんでした。保守王国山形の中で、その組織の巨大さに私自身も自分が戦って気づかされたところもありますし、立憲民主党県連の普段の活動の弱さ出たのではないかと。